皆さんこんばんは。時間になりましたので始めさせていただきたいと思います。初めましての方もいらっしゃると思います。デコゼミ福島代表の遠藤と申します。本日はお越しいただきありがとうございます。鈴木さんこんばんは。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、本日の注意事項をちょっと画面を共有させていただきます。はい、本日の注意事項を、話させていただきます。本日は、質問は Q&A にご入力いただきたいと思います。でチャットという機能も ございますが本日は使用いたしません。はい、で、早速なんですが本日、お話しいただく鈴木さんの、経歴を、簡単に発表させていただきたいと思います。株式会社海栄の代表と取締役です。まあ、書いてある通りなんですが今までに、1000人以上の発達障害の方をの就労支援に、携わっていらっしゃる、会社の社長さんでいらっしゃいます。でいろいろと書籍、のご出版にも、携わっていらっしゃったりとか、あとは経歴も、元 NHK のアナウンサーさんで東京大学を卒業後、NHK のアナウンサーさんされてノースウェスタン大学ケロック経営大学院を卒業、まあ、MBA を取られたというような華々しいご経歴をお持ちの、方でございます。で、私が、ポロポロと話しても仕方がないので早速なんですけれどもここで鈴木さんにお渡ししちゃってよろしいでしょうか。あ、はい、はい、ではぜひ、はいはい、よろしくお願いいたします。はい、皆様、はい、こんばんは、よろしくお願いします。海栄の鈴木と申します。デコゼミ福島の、はい、方々とは当社のプログラムを使っていただいているという関係で、いつからでしたっけ。1年、ちょうど1年ぐらい前からですかね。はいはい、そうですね、ちょうど1年前ですね。はい、はい、いろいろと、まあ、研修等で、お世話になっている関係です。ということで今日は福島、特に地方で考えた時の、まあ、近未来の雇用というのを、お話ししていきたいと思います。だいたい30分から40分ぐらいかなと思いますのでよろしくお願いします。じゃあちょっと資料を共有いたします。これで見えてますかね。はい、繰り返しになりますけれども何かご質問がありましたらQ&A のところに入れていただいておくと後でまたご質問に答えられると思いますのでよろしくお願いします。あるいはおしゃべりしながらQ&A も見ていこうかなとも思っています。はい、で今日の大きな流れはそもそも、今まで、地方にどうして障害者雇用が少なかったのか、それから、まあ、特にコロナなんですけれども新型コロナウイルスによる影響で、どういうような、まあ、障害者雇用における地殻変動が起こりそうなのか、じゃあ、その地殻変動が起こった後、どのような、まあ、支援を受けていった方が、あるいは支援を提供していった方が就職につながりやすいのかというような、過去、現在、それから未来というような流れでお話をしていきたいと思います。あ、で、まず、あ、そうか、株式会社海栄とは何者だというようなことをちょっとだけお話しさせていただきますと、これどうすればいいのかな。はい、先ほどご案内があったように、まあ、株式会社海栄というのは海栄という就労移行支援とか、あるいは学プロという大学生向けのサービスとか、あるいはここのサイトにはないんですけれども子ども向けの放課後等定サービス Teens というのを合わせて20拠点ぐらいで、首都圏とそれから大阪で展開しています。またデコゼミ福島さんのように当社のプログラムを使っていただいているところが全国に20ぐらい事業所がありまして合わせて 20+20 で40ぐらいの事業所でプログラムを展開しています。例えばこの訓練資料サイト、これが当社の利用者が見ている、またデコゼミ福島さんとかも見ているところで、まあ、このようなですね、就職の情報とか職業訓練とか、まあ、そういったものを提供し、まあ、みんなで、より良い就職またその後の活躍を目指すことを、まあ、支援しているという形になります。はい、という当社の紹介はこのあたりにして、じゃあ今日のテーマですけれどもまず一つ目がこちらですね。
先ほど言ったように基本的には障害者雇用っていうのは、今のところ首都圏がめちゃくちゃ多いですと。でもしその首都圏の求人が、地方に来たら福島に来たらどんな感じのものがあるのかっていうのをちょっとお給料で考えたいと思います。で今お見せしているのはこれはですね、当社の毎年アンケート調査をしておりますが、発達障害の人がどのぐらいの給料を稼いでいるかという月給のグラフです。これ見ると、1つ目の山、2つ目の山、3つ目の山ということで、3つの山があることが分かります。青いところが給料と、その人数ですね。で、この赤いグラフは何かというと、赤いこうだんだん伸びている線ですね。こちらは、何パーセントの人がそこまでかっていうことなんで、まあ、ちょっと分かりづらいかな、青いところを見ていただければいいです。まあ、いずれにせよこの1つ目の山、2つ目の山、3つ目の山があるということですね。で1つ目の山はだいたい10万円から14万円ぐらいのお給料をもらっている人たちで、まあ、軽作業、まあ、ですから掃除とか倉庫内の作業とか、あるいはオフィス内でも、会議室の準備とか、あるいは喫茶コーナーの、整頓とか備品の補充とか、まあ、そういったことをやっている方々が東京だと10万から14万ぐらいもらっている方が一つ目の山であります。これが結構障害者雇用でよくあるパターンですね。で福島の感覚でいうとちょっと右側に切れちゃってますけれども、東京の感覚、東京の最低賃金の、まあ、78% ぐらいが福島の、最低賃金、まあ、大体8掛けぐらいをするといいということなので、福島の感覚だと9万5千円ぐらいもらえるのが、まあ、軽作業ですねってことですね。で、東京で一番でも多いのは事務作業で18万から20万ぐらいもらっているところにもう一つの山があります。で、福島の感覚だと15万円程度でしょうか。これは事務補助と言われる、まあ、仕事ですね。実際対人関係、まあ、外部の人と電話をしたりメールをやり取りしたりっていうのは少ないけれども、社内で、事務作業の補助をする、例えばデータの入力をする、あるいはチェックをする、ファイリングをする、もうちょっと難しくなると経理の、サポートをするとか、ちょっとその、デザインを少しサポートするとか、まあ、そういった誰かがするための下準備をするような業務が2つ目の山で、実は障害者雇用は東京ではこれが一番多いです。で3つ目の山は、専門職ですね、まあ、IT とかデザインとか、まあ、そういったところはもう20万円を東京では障害者雇用でも超えていて、23万24万ぐらい月給がもらえる、なので年収でいうと300万円は超えていくかなというようなところが多いです。はい。で何を言いたいのかというと、もし、東京の求人、東京にすごく溜まっている障害者雇用の求人が、地方まで行くと、こういった3つの大体このぐらいもらえる求人が来るはずなんだけれども、実はなかなかの大きな理由でこの辺りの求人はまだ東京とか、大都市にとどまっちゃっているっていうのが今の現状です。でどうしてそこでとどまっちゃっているのかっていうのがここに書いてあります。一つ目、ちょっとお待ちくださいね、都内に本社を構える企業が圧倒的に多いっていうのがまず大きな特徴かと思います。はい、上場企業の半分ぐらいですね。で大阪とか神奈川とか愛知とか埼玉、ここまで含めるとなんと 75% を超える企業が、大都市に、あります。でまだまだ障害者雇用は大企業中心なので、どうしても、大企業があるところで障害者雇用が進みやすい、ということで地方では求人は圧倒的に少ないということになります。ちなみにあんまりこの75っていう数字大きく思われないかもしれないですが、日本の人口ってもっと分散してますので、やっぱり大きな企業っていうのは本当に首都圏あるいは大阪あるいは愛知に多くって、どうしてもそこに障害者求人が偏りやすい。ですからよく言われるのは、首都圏特に東京だと
障害者がなかなか探せないと企業さんがおっしゃいますし、地方にはまだまだいる、だけど、求人がなかなか届かないというような感じですね。はい、でこのあたりのちょっと情報は当社のサイトにですねちょっと記事がありますので、後でちょっと読んでいただけるといいかなと、ちょっと探してみてください。はい、あもちろんこう考える方もそういえばいると思います。いや本社を構える企業は分かった、首都圏とかに多いけど、でも支店とかあるよね、お店とかあるよね、だからそこで障害者雇用すればいいんじゃないかと思われる方もいると思います。で実際その通りです。そういうのが理想です。ただ残念ながら各例えば店舗に一つ一つこう、一つ一つの店舗に一人ずつ障害者雇用を雇う、例えばそれはですねユニクロさんとかがやっているんですけど、一つ一つの店舗に障害者雇用をサポートする支援員をまた配置しないといけないので、これがなかなか大変です。一箇所で集まったら支援員は一気に何十人もの人を見ることができるんですけど、一つ一つ散らばったところに一人ずつこう配置していると非常にお金がかかってしまいます。そのために多くの企業さんはやっぱり本社で一気に採用するっていうことを選びやすいです。ということで、地方だと今までは障害のある方の就職活動というのは中小企業で一般雇用、障害者雇用じゃない方ですね、一般雇用を目指す、ここは、就労継続 A 型 B 型って言われる、まあそうですね、まあ、作業所の、まあ、現代版というんでしょうか、を選ぶかしかなく、特にこの A 型 B 型の場合は何が問題かっていうと、お給料というんですかね、工賃が1ヶ月あたり1万円とか2万円の場合が多くて、1日じゃないですね、まあ、実際これだけだと暮らせなくて、その他障害年金とかを得る必要があるとか、あるいは中小企業の一般雇用ですと当然配慮がない、あるいは薄いわけなので、何が問題になるかっていうと定着率が、まあ、下がりやすいということで、まあ、なかなか難しい感じだったですね。ただこれが新型コロナウイルスまたは AI とかロボットの登場で大きく変わる可能性があるっていうのが、まあ、今日お話ししたいところになります。ここまでがなので過去の話になりますね。はい、で現在どういうことが起こっているか、これはお客様と言っている当社の、取引先というかですね、やり取りさせていただいている就職先の企業さん、特例子会社の人事の担当とか、まあ、あるいは一般企業で、障害者雇用をされている人事の担当の方の声を集めたものですね。で、この、まあ、特に3月4月以降の新型コロナウイルスの影響で障害者雇用にどういう影響があるのか、まずフロアをまたぐ清掃業務を任せていた障害者雇用の部門を縮小せざるを得ない。これはどういうことかっていうと、1階、2階、3階、4階とか全部こう人が動いていたんだけれども、人の行き来をなるべく少なくしようとすると、どうしてもそこのフロアにいる人で掃除をしようとかっていう形になりやすいので、そうすると障害者雇用で任せるものが少なくなっちゃうねとか、あるいはデジタルトランスフォーメーションとか言われますけれども、あるいは、まあ、DX とか言われますけれども、そういうのが一気に、日本でも進んで庶務業務や事務業務がなくなりそうというような話も聞こえます。これは先ほどちょっと思い起こしていただきたいんですが、まあなのでここのあごめんなさいね、なので1つ目で言うとここの仕事、2つ目はデジタルトランスフォーメーションでなくなりそうとか言ってるのが、ここのところが東京でも少なくなっちゃうかもしれないというのが今の現状になりつつありますということです。で3つ目、在宅でも、おっと失礼しました、在宅でも
力を発揮できる社員でないと障害者雇用でも雇いづらくなってきたと。在宅だったり、事業所に来たり、まあ、こういうような、まあ、ハイブリッドで活躍できるような人材でないと、ちょっと難しいなって思われる企業が増えているのが、現状です。もちろんこの新しいトレンドは全ての企業に押し寄せているわけではありません。ここに書いた3つの例っていうのは本当にまだまだ一部ではあります。ただ、このような流れ、私も若干は予想していましたけども、まあ来るとしても5年か10年か15年後ぐらいに来るんじゃないかなと思っていた流れが、2020年急にドンと、まだ少数派ですけれども企業さんの障害者雇用に及びつつあるという感じになっていると思います。でそもそも先ほど言ったようにちょっと予想していたとお伝えしたんですが、どういう予想をしていたかというと、これは、厚労省の、総務省だったかな、国のいずれにせよ資料で、三菱総研ですね、三菱総合研究所が調べたものをそのまま、厚生労働省のサイトからちょっと、拝借してきたものです。でここでお伝えしたいのは一番上に書いてある通りですね、新型コロナウイルスの影響がなくてもそもそも事務職や生産職が減少予想だったということになります。はい、で今人手不足と言われていて、確かに、この景気の拡大、日本の景気の拡大と言われてましたけど、とともにこの2020年、21年、22年ぐらいが一番、まあ、人が足りなくなるタイミングだったと。でそれはほとんどの業種に職種において、そういう状況だったというのが、まあ、これまでのトレンドで、2020年代の後半からは、だから今から考えると、まあ、5年とか10年後ぐらいに、人手不足は解消される、だけど専門技術ができる人が少ないよねとかって言われてた。もともとこういうふうに言われてました。でよくよくグラフを見ると、実は来年、再来年ぐらいから、来年、再来年ぐらいから、この事務職、まあ、特に障害者雇用ではこのあたりが多いんですけれども、まあ、そもそも東京、あるいは全国的に余ってくるなっていうのも言われていました。まあ、過剰な状態ですね。はい。ということがありましたので、先ほど言ったようにコロナウイルスの影響でこの影響がすごく早まってきているというのが言えると思います。もう一つ三菱総研のデータからなんですが、なのでこれどういうグラフかと言いますと、縦軸が創造的な仕事か定型的な仕事かっていうグラフになっています。こっちの軸ですね。はい。そして横軸がマニュアルの仕事か、それとも分析的な仕事かっていうこの、軸になっています。で、右下の方を見ていただくと、このあたりは事務と書いてありますので、事務職。ここは、まあ、なんとなくわかると思うんですけど、役員とか営業とか専門とかシステムコンサルタントとか医師とかありますので、まあ、給料が高めなところですね。で、こちらもちょっと特殊な仕事ですね。手仕事的だけど創造的だというような現場の仕事で、だけど創造的なもの、まあ、ここはちょっとまだ少ないですが、まあ、看護師さんとかここに入ってます。でこちらが最近だとエッセンシャルワーカーと呼ばれますからね、まあ、定型的な仕事が多いんだけれども、やはり現場で働かないといけないというような仕事です。で日本の場合は実はここがすごく多いですね。で特に、まあ、こちらも多いですけれども、で AI とかが多くなるとどうしても右下が結構大変なことになります。はい、人じゃなくて機械でできるということが起こりやすいので、
ここに勤めていた人は何とかここに留まるか、あるいは右上とか、あるいは左下に動いていくのかなっていうのが、多分10年、20年ぐらいに後に起こるかなと言われていた変化だと思います。それがまあ今起こりつつあると。ちょっとそれが加速、ちょっとじゃないですね。かなり加速されている可能性があるというのがお話です。はい、ここまでが現在ですね。はい、ちょっと待ってくださいね。ここまでが現在のお話でした。なので、2つの考え方が今導けると思います。1つ目は、今後も求人が増加していく IT などの専門スキルをやっぱり身につけた方がいいんじゃないか。それは障害者雇用でもですね。障害者雇用で、まあ、かつ地方、まあ、福島等の、地方にある。それか、まあ、全体としては減少するんだけれども、AI とか、あるいは、まあ、AI というよりも、まあ、ネット、まあ、この新型コロナウイルスの影響で在宅でもできるということで、地方にも今後必ず広がる、都心にとどまっていた、ちょっと少なくなるけれども、事務の求人とかを狙っていく。この大きく2つが、狙いどころになっていく。はい。もう一回言いますと、東京の人はですね、今後、まあ、仕事が増えることは実際あんまりない。今よりも正直パイはちっちゃくなっていくっていうのが障害者雇用の、まあ、トレンドになり、なるかもしれません。まあ、障害者雇用率は上がるんですけれども、それなのでちょっと分かんないんですけれども、単純に言うと、もし今までのままの障害者雇用率だと、求人が東京はもしかしたら減っちゃうかもしれない。一方で地方は、物理的障壁がなくなるので都心にとどまっていた、まあ、事務系のですね、仕事を狙うこともできるし、まあ、今後必ず世の中の流れで多くなっていく専門スキルを持った仕事、まあ、こういうのを狙うっていう2つがやっぱり可能性として、地方でも必要になる。これまでは障害者雇用ないから、まあ中小企業で働いて定着が難しいか、あるいは A 型か B 型で、まあ、作業工賃をもらうかっていうところから、まあ、可能性がガッと広がる可能性があるということですね。はい、でじゃあ具体的にこれも他社様の例も交えてですけれども、じゃあ都会の求人はどういうふうに競うかっていうことになります。3つの例をちょっと書いてみました。1つ目は実は今結構大変な勢いで増えている、農園の求人ですね。エスプールさんとか、あるいはスタートラインさんが行っているものです。まあ、ここは、農園に、こうなんかこうちょっと絵が下手で申し訳ないですけど、これビニールハウスだと思ってください。ビニールハウスみたいなところに、野菜とかを育ててですね、野菜とかハーブとかを育てて、でそれをすることが障害者雇用になりますよ。でこのセットは地方にあって、で、東京にとか、まあ、大都市にいる、大きな企業さんの障害者雇用に換算されますよっていう、そういう仕組みです。これの仲立ちをしているのが、まあ、エスプールさんとかスタートラインさんという会社なんですけども、この農園の求人が増えていく可能性があります。まあ、理由としては東京で雇うよりも給料が安いとか、あるいは東京とかので実際に働かせる仕事が障害者雇用でない場合に、まあ、野菜を作って本人たちが喜ぶんだったら、あるいはハーブとかを作って、まあ、それがちょっと自社の、まあ、景品とかですね、お客様に渡すようなものになるんだったら、まあ、ゼロよりはいいだろうなというような感じで導入する企業が増えてきています。でこれが今後地方にも広がっていくのは、まあ、ほぼ確実、まあ、非常に人気が実はあるので、確実だと思います。ここに書いた通りですね。まとめ、給料が働く側からは少ないけれども、一方で知的障害の方とか、勤怠といいますけれども、出社が不安定な人でも、雇っていただけることが多いので、まあ、この第1の方式が今後広がる可能性があるなということですね。第2、これがなんとなくイメージされるところだと思いますけど、家にいたままで
例えば北海道でも沖縄でも当然福島でも、東京のもとネットでつながって、それでまあ事務の作業をしていこうと、パソコンを使った事務の作業をしていこうっていうものです。ここはもう PWC さんとかリクルートさんとかテクノプロスマイルさんとか、先進的な事例がもう出ています。はい、これは非常にいいことが多いんですが、一方でですね、やはり在宅ですると本来結構事務作業では多い個人情報が扱えなくなるので結構限定的なんですね、業務が。はい、人の名前が入ったものが業務がなかなかしづらい。人の名前がこう入ってない業務っていうのは結構少ないですよね。はい、あと住所とかも入っちゃいけないとか、あと会社の重要なその会計的な業務もなかなか扱えないとか、まあ、そういうことが、制約があることが多いです。多いので個人情報系がダメになっちゃう と、事務の中でも一部の業務しか扱わせてもらえないことが、やっぱりありまして、そのため業務レベルがちょっと上がりにくいかなっていう懸念があると思います。で、3番目が当社も行っているものなんですけれども、サテライトオフィスっていうのがあります。これは在宅で行う、こう点でそれぞれの家で行っていた、福島のいろんなところで行っていたものを、分かりました、じゃあ福島駅までは来てくださいと、福島駅の近くにオフィスを借ります。でそこから、ここで個人情報の保護をバッチリして、でここから東京につなぎますよ。そうすると、高付加価値の業務がすることができて、給料レベルも期待することができる、あるいは業務レベルがアップすることができるかなということになります。はい、まあ、このような可能性が今後地方ではすごく増えてくることですね。で、1番は実はでもそんな問題ではないんですけど、2番3番だと安定して働き続けられるかっていうのが結構企業さんは、気にします。なので2番3番で働く場合は定着支援がしてくれる事業所に通ってくれるかいたかっていうのが重要になります。就職するまでではなく就職した後にサポートを、合わせてしてくれるかどうかっていうのが重要になるということになります。はい、ですのでまとめとして、これまでの就労移行支援に行っても地方だとですね、一般雇用が難しいよね、まあ、特に障害者雇用ではなかなか難しいよねと言っていたものが、地方だとですね、なので A 型や B 型がいいよねとか言っていたものが、時代が終わって新しい求人につながりやすい、新しいスキルを身につけさせてくれる、でかつ、あ、これ書き忘れてます、かつ定着支援をしてくれる、の支援機関が求められる時代に地方でもなっていくんじゃないかというのが私の予想です。はい、まあ、新しい求人につながりやすいっていうのは当然、まあ、パソコンとか使える、あるいはネットのそのリテラシーというんですけれども、まあ、例えばマイクをオンオフにきちんと、適宜できるとか、あるいは、ほうれん草がネットでも快適にできるとか、まあ、新しい新時代の、就業準備制と言ってますけれども、新しい就業準備制を身につけさせてくれるとかっていうのと、で当然新しいスキルなので、さっき言ったような、まあ、IT 系のスキルっていうのもあるかもしれませんね。まあ、そういったものも含めてかつ定着支援までしてくれるところが今後つながりやすいということで、まあ、ここを多分、デコゼミ福島さんも目指していると思いますし、まあ、当社も、首都圏とかそういった大都市だけの求人の開拓とか、まあ、支援にとど、まらずこういった地方で、広がっていくところにもきちんと、力を発揮していきたいなと思っているところですね。はい、大体このぐらいで、終わりになるのですが、いかがでしょうかという感じです。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。
気軽に質問が一件来てます。で、読みます。そうですね。はい。AT 関係は、身体障害者は就労は可能かもしれないが、知的精神障害者の就労はどうするのか。この AT 関係というのは、おそらく IT と打ち間違い。IT の打ち間違いですかね。身体障害者、知的精神、いや、そんなことはないと思います。先ほどでもお伝えしたように、確かにですね、こちらのグラフで言うと、チャートで言うと、右下の人が右上に行くっていうのはやっぱり難しいケースもあるかもしれないですし、まあ、左下に行く人もいるかもしれません。はい、また、IT っていうのは全員ができるかというと、実は当社のプログラムでも、IT とかって、まあ、この辺りにありますかね、在宅でできるような求人とか、デジタル化にこう貢献できるような人材とか、そういうのがどこまで多いかというと、みんながみんな、なれるわけではないと思います。はい、ただ、知的障害の方でも、ここで言うと、1はできる可能性がありますし、まあ、知的障害 の程度にももちろんよりますけど、2番目の業務をされている方も、当然知的障害でもいらっしゃいます。なので、必ずしもですね、知的精神の人は IT 関係ができないっていうわけではないと思います。むしろ精神障害とか発達障害の人は、地方で IT 関係っていう方、あるいはパソコンを使った業務というところまで含めると、IT 業界で勤める方は今後多いかなというふうに予想しています。それがまず1問目ですかね。あとは、これ私が選んで答えちゃっていいですかね。はい、双極性障害のうつ時に会社に行けないときとかはどうなるんですか。そうですね、ここはですからそれこそ定着支援はどういうふうにしてもらうかっていうのが重要になってくると思います。ですから地方でもは今までなかなかその就労移行支援っていうのが就職させるところで精一杯だった事業者さんが多いと思います。しかし今後はやはり定着のところが結構重要になってくる。その東京の会社と結んでとか在宅で働く人、まあ、そういったところまで含めて、定着支援をしていくっていう形になっていくと思いますので、まあ就職までお世話になったところでその特性を理解してもらいつつ定着まで支援してもらう、その地域とのつながりが重要になると思います。あとは IT 企業で障害者雇用してくれる会社はありますか。もちろん、ありますね。もしなかったらパソコン業務の会社はありますか。まあ、パソコンを使った、まあ、OA 業務とかいうものですかね。はい、もちろんそれはありますね。はい、あとは知的障害者で SE として就労した人はいましたか。知的障害の方が SE は、まあ、正直少ないと思いますね。システムエンジニアはやっぱりコミュニケーションとかが必要だと思いますので、はい、ただ、先ほど言ったように IT、SE とかっていうところは難しいかもしれませんけど、パソコンを使った業務というのが、むしろ今東京では少なくなるかもしれないですけど、 AI とかで一方で物理的な障壁がなくなって全国に広がっていく可能性があるので、そういった就職の仕方はあるかなと思います。あとは障害者雇用の対象となる事業主の範囲が現在の 45.5 人からさらに下がる可能性はありますか。これは素晴らしい専門的な質問で、これは私もそんなに厚労省の、審議会とかをモニターしてないので分かりません。はい、ただ現在よりもより小さな企業でも障害者雇用しなきゃいけないというふうになったら、それは、事業主にとっては、まあ、なかなかの負担ですけれども、働く、障害者、障害のある方からすると、地方には中小企業まだまだたくさんありますので、そういった企業が障害者雇用をするっていう機運になっていく可能性はありますね。はい、なので下がるかどうかは分かりません。でも下がった時には当然地方の方も、まあ、東京の方もですけども、首都圏の方も有利にはなります。はい、これで大体答えは終わりましたが、はい、いかがでしょうか。現場にも今いらっしゃるんですけど、質問あります。スライドをもう一度お見せした方がいいかな。
はい、今日ちょっと一気に過去から現在まで行ったので、なかなか大変だったかもしれないですけど。はい。じゃあちょっと今こちらで、Q&A の箱にも入れていただいた方いるので答えていきますと、障害者雇用を選んだ場合、もらえる給料は少なくなりますか、福利厚生、交通費、補助は出たりしますか。ここは今日のテーマである地方での障害者雇用とはあんまり関係がもしかしたらないかもしれないですが、もし気になる方はですね、当社のウェブサイトに行っていただいて、就業実態調査っていうのをクリックしていただくといいと思います。そうすると、これまでのさまざまなですね、当社がこう分析した、まあ、発達障害の方に限定しますけれども、就職した人がどういうお給料をもらっているのかとか、正社員になっているのかみたいなのが分かります。で、お給料のところの分析を見てみると、これ2019年の12月、年末にアップしてます。まあ、今年もアップする予定ですが、さっきのグラフは実はここに書いてありますね。年齢とともの変化、それから男女別の変化、あとここが、正社員とか障害者雇用とか、つまり契約形態または契約の種類によってお給料がどんだけ違うのかってことなんですけど、実はこれ、簡単に言うとですね、一般雇用と障害者雇用そんなに給料変わらないねってことです。障害者雇用の正社員と一般雇用の正社員、確かに年収で言うと数十万円違いはあるけれども、まあ、倍とか 1.5 倍とかでは全然ない。一般雇用の契約社員と障害者雇用の契約社員、これもやはり年収でいうと数十万ぐらい違うけれども、でもやっぱり 1.5 倍とか2倍ではない。で、アルバイトとか、まあ、そういった形で一般雇用、障害者雇用働いている方も実はそんなには変わらないっていうのが、分かります。で、このデータ、大都市圏の方が答えていることが多いので、まあ、近いよっていうこともありますけど、違う言い方を言うと、今後地方でもこのあんまり一般雇用とお給料が変わらない求人が、地方でも得られるようになる可能性があるということですね。また違う言い方をすると、もちろんその一般雇用というのはもうピンからキリまでありますので、すごく多くもらえるような感じしますけど、それこそ最近言われている同一労働同一賃金という考え方だと、それは同じ人が一般雇用で作業しようが障害者雇用で作業しようが基本的には同じ給料をもらうということになるので、一般雇用の方が高い、障害者雇用が高いというのは一人一人のレベルで見たときにはそんな関係がないんじゃないかなというのが私が思っているところです。はい。次ですね、あと1の農園求人は、これもさっきのものを見せた方がいいですかね。はい、この1の方ですね。これはたくさんあるけれども、そのような障害者雇用の斡旋などの創業支援などの補助金をどのように活用できるのか。ちょっとこれご質問がわからないですが、創業支援などの補助金、まあ、1は普通にこう、株式会社が、もうこのエスプールさんとかですね、スタートラインさんは普通の株式会社で、まあ、ものすごい稼いでらっしゃいますね。びっくりするぐらいですね。それは特にエスプールさんは上場企業なので、そのデータも見られますけれども、もう目が飛び出るほどの利益率です、はい、なので補助金でやっているというよりも、こういうような仕組みを作るとですね、企業がもういくらでもお金を払ってくれるというような時代です。それだけ、大都市圏で障害者雇用を手軽にはなかなかもできない時代で、お金を払っても人をパパッと集めてもらう方がいいよねっていう、まあ、非常に、それを嫌がる方もいますし、当社もじゃあそこを納得しているかっていうと、制度の隙をついたビジネスだなとまっすぐ言うと思いますけれども、はい、補助金とかで動いているわけではありません。一方で一番は結構自治体と組んで行ってますので、最近でも、どこだったかな、板橋区かな、東京のが、どっちだったかな、エスプールさんかスタートラインさんと行政で連携して動いているっていうのもあったりするので、行政と組んで、やっていることはあります。はい。で、次、IT 関係の、新しい専門スキルとは具体的にどのようなスキルを学べばいいんでしょうかと。
いうご質問をいただいてますが、ごめんなさい、当社の、ものをちょっと使っちゃいますと、うちのウェブサイトで、このカイエンの YouTube チャンネルっていうところのご案内があるんですが、はい、ここの YouTube チャンネルからですね、今後の IT 化みたいなところを、ご案内している YouTube があります。ちょっとここでクリックすると出てくるかな。ちょっとわからないかもしれないですけど、ここにエンジニア出身のカイエン支援者によるっていうような動画があるので、こういうのを見ていただくと何が必要かなっていうのはわかると思います。ちょっと細かい説明になると、あとはデコゼミ福島さんとかの、説明会とか相談会に行かれるといいかなとは思いますけども、まあ、HTML とかそういったウェブ系のものもいいかもしれないですし、まあ、最近だと RPA、マクロ VBA といったような、まあ、業務を効率化系するための、まあ、スクリプトというんでしょうかね、まあ、そういうのを学ぶのもいいかなと思います。はい、次で、今回のようなコロナショックの大不況において障害者は雇い止めされやすい立場なんでしょうか。これは違います。これはですね、これもさっきの当社の動画で説明してますけれども、前回企業さんに説明したところで言うと、実は障害者雇用の方が、雇い止めは圧倒的に少ないです。一般雇用の方がやっぱり多いです。それは2つの理由があって、1つは障害者雇用は大企業でやっていることが多く、雇い止めがされづらいこと、で2つ目はやはり障害者雇用というのは、いわゆる解雇とか雇い止めというのは心理的な負担が企業側にもあるので、最後の最後になることが多いです。なので、雇い止めは非常にされづらい立場と言えます。ですから、コロナショックによって、まあ、全国的にはもちろんいろいろな方が影響を受けていますし、私どももその方々を、今サポートしている段階ですが、大きな、まあ、5年10年の流れで見ると、特に地方においてはこれによってプラスの面、障害者雇用が広がるっていう可能性の方が圧倒的に多いと思います。はい、で、記者での障害者枠の社員さんは、これはデコゼミさん内部から私への質問で、海援での障害者雇用での社員は全社員の何パーセントですかっていう、これはどう答えればいいのかな。当社はですね、実はあんまり障害者雇用っていうのをカウントしてないんですけど、診断がある方は10人ぐらいいるんじゃないでしょうかね。フルタイムで100人、パートタイム含めると300人の会社なんですけど、大体そのうちの10人ぐらいは、なのでパートタイム含めても 3% とか 4%、 フルタイムだけだと多分 10% ぐらいの雇用率ですが、正直あんまり障害者とかっていうふうに考えておらず、もう当社は結構シンプルで、診断があろうがなかろうが働けるか働けないか、当社のためになるかならないか、お客さんのためになるかならないかなので、そこはすごくシンプルです。はい、であとは知的精神身体障害者が一般的に合う各職種が知りたい。ありがとうございます。これはないと言った方がいいですね。障害種別で、合う仕事があるってあんまり考えない方がいいです。まあ、少しはありますけれども、やはり、その人に合う、まず社風ですね。で、その人に合う、まあ社風と支援で、その上でそこで合う仕事があるかなっていうふうに探していくのがいいと思います。で、最後は今質問を書き途中の方かもしれないですけれども、ちょっとここはじゃあお待ちしますかね。その間に僕いいですか。あ、はい、どうぞ。サテライトオフィスの仕組みがちょっとピンときてなくて、なんか誰がお金を出してるのかとかそうですね、わかりました。サテライトオフィスに関しては、当社、これもなんか当社のウェブサイトの説明ばっかりで本当申し訳ないですけど、どこにあるかな、ここにありますね。はい、こういうようなちょっといろいろ説明がありまして、わかるかわからないか、どっかにポンチ絵がありますね。はい、こういう感じになってます。つまりこの緑色のところで、
皆さん働かれているんですけれども、ちょっと書いた方がいいかな。就職先企業で、この人が、まあ、働いて、企業から受けますと。ちょっともうちょっと違う絵書いた方がいいですかね。そもそも、例えば当社の場合だと、東京に本社があるんだけれども、そこからだいたい1時間とか1時間半とか離れたところにちっちゃなこうオフィスを借りていて、これをサテライトオフィスと言っています。そうすると、東京まで通うと満員電車で大変なんだけど、自分の住んでいる郊外で、通うことができますよっていう。で、業務の指示はここから来ることが多くて、ヒューンと飛んできてサテライトオフィスで業務をしますよっていう感じですね。で、サテライトオフィスは当社の場合はここに、ちょっとごめんなさいね、見づらいかもしれないですけど、障害のある方と一緒に働くジョブコーチもいます。はい、ジョブコーチもいるので、その方がサポートしてくれます。で、お金は誰が出しているのかっていうと、ここで働いている人の給料はもちろんこの、まあ、A 社としましょうか、とすると A 社が出してくれます。で、あとここにいるジョブコーチのお金は誰が出してくれるのかというと、これも、ジョブコーチ代は A 社が出してくれます。はい、ということで、まあ、実際支店で働いているのとあんまり変わらないけれども、それをジョブコーチ付きで、受けられますよっていうような形になっていますというのがサテライトオフィスですね。よろしいでしょうか、皆さん。はい、であとまだ、ちょっとライブで回答っていうのが3問、あ、1問かな、合わせて、精神障害者の支援施設で働いていますって気になったのですが、将来地方ではより働ける場が多くなるということでしょうか。その可能性が高くなってきているっていうことだと思います。はい、それはちょっとまだはっきりとは分からないですけれども、少なくともこのコロナウイルスが起きる前に比べると、このコロナショックによって、もちろん大きな影響を受けた、マイナスの影響を受けている方もいますけど、地方としてはもしかしたら大きくプラスになる可能性もあると、特に障害者雇用はあると思っています。はい、私からはこんなところですね。ご質問も大体で尽くしたかなという感じですね。はい、やりました。10分ほどやりましたけれども、あ、もう一問質問来た。そうですね、もう一問質問来ましたね。何度も繰り返して、私は精神障害者支援施設で働いていて、障害者雇用で働く人の愚痴を聞くことがあります。純粋に気になったのですが、会員さんは定着支援をされていますよね。元利用者さんの愚痴を聞いたりすることはできますか、あとか、元利用者さんの愚痴を聞きますかってことでしょうか。それはもちろん聞きますね。はい。それはもちろん。はい。いろいろ聞きます。はい。まあ、それが仕事の一つでもありますしね。はい。それも普通の、まあ、障害があるからないからではなく、普通のその定着の支援かなと思ってます。はい。遠藤さん、はい、ありがとうございます。ございます。どんなところであれですかね。じゃあ皆さん大体ご満足いただけたかなと、はい、思いますので、じゃあこれで、じゃああれですかね。はい、じゃあ終了ということで、はい、じゃあ皆さんありがとうございました。デコゼミさんの何か紹介とかは最後された方が、福島市の上町で就労移行支援事業所やっております。何も準備してなかった。ぜひ福島の方も多数いらっしゃると思うので、はい、カイエンさんと同じプログラムを、まあ、させていただいてますので、ご興味ある方はぜひ、お問い合わせいただけたらと思います。はい。というところで、皆様、じゃあご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。どうもありがとうございました。はい、ご対していただけたらと思います。多数の方、ありがとうございました。
とうございました。